この街に和気製茶場4代目、そして日本茶インストラクター和気純喜。70年前、曽祖父和気久五郎によって創業。無農薬、手もみにこだわり、さらにその気候風土によって新宮独自の香り高いお茶が生み出される。昭和の、ね、50年代ぐらいからうち あのじいさんが始めて、でだんだんこう村中に広がっていったそうなんですけど、手間はね、やっぱりね、新宮で一番手間かかるには多分みんな無農薬でね、ずっと頑張ろういうことでしようんで、 草刈りとかがね、もうとにかく灰使ったらね、菌も隠れるし、肥料やっても栄養取られてしまうんで、ちょこちょこ細かく草刈ってしようね。それがやっぱり他の野菜とかね、他のお茶の産地と比べてやっぱ大変なところですかね。人口も少ないし、もう何かが欠けると成立しない、特にね、地方の産業はそうだと思ってるんで、まあそこに入って役に立ちたいっていうのが、まあ、始めた大きな理由ですかね。お茶の魅力は加工できるところがやっぱり一番、例えばお茶、緑茶は特に鮮度が命なんですけど、まあその鮮度を保つために、まあ早く機械に入れたりとか、機械も早くこう通してあげるとか、あとコーヒーと一緒でちょっと焙煎みたいなこともするんですけど、まあ、いかにその新鮮な香りを残して仕上げるかみたいな、ちょっと技術的な要素がかなり入ってくるんで、その辺はちょっとこう男心くすぐるというか面白いところです。